できた、ゆみ。ゆいさんに入れられない？撮ってるだけだよ、だからこれで編集、これ今ライブじゃないから。ケーキも食べちゃってね。いいんですか？だってなんこうなるやったね。約束じゃない。15分で、はい、15分、はい、いただきます。うまっ。一番ね、まあとブレンドした。え？味噌と肉。いや、いいっすね。美味しいっすね。超うまい。やっと。お、結構溶けねえもんだな、このライス。あ、おめでとう。二人でね。ユミじゃねえだろ。だって名前なん入れられねえじゃん。そりゃそうだ、そりゃそうです。うん、美味しいです。なんかいいね、俺客だけどさ、なんか上がった後の締めラーメンみたいでいいね。ずんちゃんは締めだけど、じゃじゃまかないのラーメンみたいにいいじゃない、ね、雰囲気的になんか。え、ゆいさんメール届いてない？あ、携帯がねえんだ。じゃじゃパソコンの見ない。同じだよね、Gmail。見れるよね。見れるよ。そうだよね。見れる。女の子が麺をすすらないで、うん、こうやってレンゲにこうやって入れて、こうやって喋る子いるんだって。いるね。いるだ。すすれない子ね。ユミは。す、ああ。すすってます。え？あざとい子は、ね、こうやってどうやって食べるの？こうやってやって。こうやってやって、あざとくねえか知らねえし、こうやって食べるか知らねえ。なんか今日 TikTok でなんかそういうなんか今日さ、美味しくなくない？ねえって俺もそうやってコメントしたで、俺 TikTok でそういう子がいるってなんか女の子が。グマがわかるよ。だから構図だ、こうやってこうやって構図だ、うん、めんどくせえな女って。なんでラップテンション入んない？ギミ、うん、女はめんどくさいってね、一くくりにしたのにめっちゃ来るよ多分。いやいや、だけどえ
いや、まあ男もそうだと思うけど。いや本当はこうやって食べるけどさ。え？こうやって食べるけど。でもさ、くっついちゃうのよ。だって多分本当はこうやってずるずるでしょ。うん。だけどやっぱよそ行きになると。よそ行きっていうかこれを外してね。大体お前そう言っちゃいます。ね、本職の娘だから。うん、あ、それでさ、あとさ、なんか、うん、レンカキ。カキ入ってた。ねえ。ねえ。ねユーザーの名前なんだったっけ忘れちゃうユーザー ID あとさ、ユミなんだっけ忘れちゃった何だよえすすらない音なんだっけ髪の毛こうやってやりながらねこうやってやりながらこうやってこういうことうんめんどくせえ髪の毛しまえよ、うん、こうやってやって食べるこれしばらく止めろがどっちかにしろってのすすらないのあ、なんかほらヘアバンドを置いてる店があるんでしょこういう、なんでこういうこうなんでだこれやばでしょ、ね、なんかそういうカウンターにさ、こう置いてある店もあるじゃんね最俺は見たことないけど私もない、うん、俺でも16年髪の毛縛ってないからああ。ショートカットで必要ないから見ないでねとラーメンの女の子あるのって結構あるよね。やっぱ可愛いことって言うならラーメン屋来んなよ。女子もさ、OL さんとかさ、別に普通に一人ランチとかあれだよね、職場の近所でラーメン屋あれば行くよね。行くよね。その辺結構関係ないよね。ね別に女だから別にラーメン屋行かないとか牛丼屋行かないとか。じゃあそういうとこ行くなら、かわいそうな店に行かないじゃん。女子嫌いだからだから昼ってさ、まあ田舎だからかもしれないけどさ昼って割とさ抵抗ないんじゃないやっぱ大江でもこの辺だったら限られてるから店がないとねえだから東京とかだったらさちょっとじゃあ課長とかがじゃあラーメン屋行くけど私たちちょっとカフェ行きましょうみたいなそういうのあるかもしれないけどねえ本当にスープ飲まない、あの
飲まない派。飲まない派。パパは怒らなかったんですよ。別に。あ、そう。だってさ、塩分取りすぎだから。子供だからってこと？じゃなくて。客が飲まなくても怒らなかった。別に。あ、そう。みんな小さいとこだね。パソコンのメールってどうやって作るの？アドレス。アドレス？だからさ、パソコンのメールってだからアウトルックとかだからなんかそういうそら Windows ライブメールとか。何かしらそういうものをインストールしなきゃダメだよ。え、でもチョコソースいい？え？いらないこれ。ソースいる？食べましょう。はい、だ俺も言われたらさ、某ラーメン屋にさ、はい、ありがとうありがとうありがとう。チョコのチョコチョコケーキのレーズン、ブルーベリーの生クリーム。でもこれ見てればよかったね。あ？どこ行ってもスープ残ってる。あ、そう。あ、本当に。飲まない。あ、こうやってレンゲとかで飲むけど、全部は飲まない。っていうか、そんなんで怒るとこだった。怒るっていうかさ、なんちゃうの、出したものを食べてほしいっていうのは、やっぱ作った人の本能でしょ、やっぱ。それはそうだけど、でも、ゲイさんだって別にラーメンのスープ残されても何も思わないね。うん、俺も残す方だから。ほら。あ、そうだから。だってユウさんラーメンで、ね。ダメって。いやね、飲めない。ああ。だそんなことをぐだぐだ言う時点で、ね、小さい男だなって思う。いや、そうじゃないと思うよ。なんか俺も違うもの残したかもしれない。もしかその時。それは個人のあれだ。いや、ご飯残すとかだったら違う、話は違うけど。あ、具も残したかな、俺その時なんか腹いっぱいで。だったら文句言われてもしょうがないね。うん。あ、簡易したことない、スープない。あ、本当にどこ行ってもどこ行っても、え、これ、うわ、すごい、うまい、美味しいってラーメンあったんですよ。あってもスープ飲まない。あ、そう。ないだ。食べ始める前にスープだけなら昨日じゃん。ん？一番最初食べる前にスープだけ飲んで、うん、あと麺にすすってればさ、スープも入ってくるから。あ、こうやってやれば残らないじゃん。一緒に食べるっていう感覚じゃないでしょ。すすってる時点でスープも一緒に入ってくるから。俺はね、できるだけスープとか具を残すように食べてる。残すように、うん。で、最後にこう賢者タイムとしてこうやって、あ、飲みたいってこと。そうそうそう、まず飲まないんです。あ、そうだな。よっぽどまずいラーメン屋のスープは飲まないけどね。よっぽどまずいのは、もう麺も食べない。スープ一口飲んで。それお前ダメだ。美味しかった。あの、本当にさ。ごちそうさまでした。